トレバー・ラビン、トレバー・ラビン、トレバー・レビン、1954年1月13日隊は、南アフリカ共和国出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター、ギタリスト。主にソロでの実績を持ち、バンド活動では、プログレッシブ・ロック・バンド、イエスの活動で知られる。マルチプレイヤーとしても才能が開花し、映画音楽のプロデューサーなども務める。 ヨハネスブルグでシンフォニー第一バイオリン奏者の父親、ピアノ教師の母親の間のユザヤ系の家庭に生まれる。両親が音楽家という環境の中で自然に音楽に親しみ、5歳でピアノを習い始め、12歳でギターを始めた。1972年、母国でアイドル性の強いハードロックバンド、ラビット、ラビットに在籍して活動を始める。 二枚のアルバムを発表した後に解散。ラビンはイギリスに渡り、ソロ活動で、認知度を広めていく。1982年、エイジュアのプロジェクトがきっかけ、詳細は、不明で、プログレッシブロックバンド、イエスの当時のメンバーだった元バグルズのトリバーホーンや、ハンス・ジマーの己を得る。百八十三年、そのトリバーホーンらの縁で、イエスのメンバークリス・スクワイヤから、 新しいバンド、シネマ、チネマの結成を打診され参加。このシネマが作り始めたデビューアルバムにイエスの元ボーカルジョン・アンダーソンが客演し、活動を停止していたイエスの再始動に発展。イレブンスアルバム、ロンリー、ハートとして発表し、全米で大ヒットを記録する。トゥエル t スアルバム、ビッグ、ジェネレーター発表の後イエスは、ジョン・アンダーソンが脱退して、 旧メンバーと結成した、アンダーソン・ブルー・ホードウェイ・クマン、ハウの2杯に列する。右与曲折しながらも1990年に、両バンドが再統合し、サ1 3ンスアルバム、決勝を発表。自作、トークを発表した1994年まで、在籍した。ハンス・ジマー率いるメディアベンチャーズに参加し、映画音楽の道に転身、アルマゲドンやディープブルー、タイタンズを忘れない。 ナショナルトレジャー、スネークフライト、リベンジマッチ、ロックスターなど、数々の作品を手掛けている。2004年11月に、ウェンブリーで行われたトレバー・ホーンの25周年、記念コンサート、プロデューストバイトレバー・ホーン、A コンサート・フォー・プリンス・トラストにイエスとしての活動は、ほぼ10年ぶりに出演。スティーブ・ハウラキュー知のメンバーと共演、ロンリー・ハートでは、 ギターと共にボーカルを披露し、健在ぶりをアピールした。2012年、23年ぶりとなるソロアルバム、ハカランダをリリース。2016年、元、イエスのメンバーであるジョン・アンダーソン、ディック・ウェイクマンと、アンダーソン、ラビンウェイクマン、イカーは表記を結成し、イエスの曲を演奏する、ライブ活動を開始。2017年、イエス名義で、 ロックの殿堂入り。以降、アーワは,は、正式名称を、イエスフィーチャリング・ジョン・アンダーソン、トレバー・ラビン、ディックウェイクマンへと変更した。同年、アーワの来日公演を開催。2018年、イエスの結成50周年に連動して、アーワのワールドツアーを開始。ギタリストとして、極めて優秀で、変拍子をものともせず、 卓越したテクニックで弾きこなす華麗なソロが特徴的である。また、マルチプレイヤーであり、サンプリングなどの当時の最新機器に関しても明るく、さらに、ボーカリストとしても、声量、音程、個性とも申し分ないものを持っており、イエスのアルバムでも数多く、リードボーカルとっているイエスイヤーズに収録されたインタビューによると、アリスタレコードから、 その声ならトップ40を狙う歌手に転身するべきだと勧められたことがある。作曲家としても数多くの曲を書いている。アメリカや日本でも大ヒットしたロンリー・ファートは実質的にはラビンの作品である。しかしこうした従来のイエスと比べるとエンターテイメントに向かっている音楽性は芸術性をより重視するジョン・アンダーソンとの深刻な対立を引き起こし、 アブワをはじめ多くのトラブルが発生した。ギターは改造を施した60年代のフェンダーストラトキャスター。イエス時代にはウェストーンとの共同開発でパンテラというモデルのシグネーチャーモデルを使用していたことがある。エフェクトはコルグの A-1。A-1 についてはメインで使用していたアンプの電気的な特性をオシロスコープで解析し、 その波形を A-1 にプログラムするなどしていた。アンプの特性をエフェクトに書き込むことで、当時のレコーディングではアンプを用いない、レコーディングなどに用いていたらしい。アップルコンピューターのマッキントッシュを愛用し、イエスのアルバムトークでは、彼の所有する4台のマッキントッシュを使い、当時としてはまだ珍しいハードディスクレコーディングが行われた。 イエスのアルバム、ロンリーハートが大ヒットした1984年、イエスのワールドツアーが計画されていたが、彼の怪我により、ツアーが大幅に延期されて、ヒット曲を持参してのツアーの時期を逸してしまった。その怪我とは、プールで泳いでいたところ、大柄な人物が飛び込みをしてきて激突。その結果、彼は秘蔵を摘出する手術を受けている。また、 その時期に日本での講演も予定されていたが、南アフリカ共和国の国籍である彼に対して、アパルトヘイト問題で日本の外務省が入国拒否をしたために日本での講演は実現しなかった。1988年になって来日が実現。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。